文化放送のゴールデンラジオからちょっと引用します。聞いてくださいね。まあ高市さんになれば自民党は滅びの始まりだな、終わりの始まりになる。推薦人20人のうち確か13人が裏金議員ということですよね。そうなってくると、これ高市さんをもし自民党として選んだ場合、じゃあ裏金の問題とか旧統一教会の問題とかどうなのっていうことが当然また問われるわけじゃないですか。そうだからそうなってくると、メディアが本当に抑止メディアになってるから、高市さんはもともと放送法の解釈変更の時の総務大臣だったので、電波停止、ますますこの国のメディアはね、死んでいくと思う。で、だって、高市さんの真実を追求したら、とてもこんなもの一国の最小になれないよ。僕は最近言ったのは、さなえあれば、裏金議員憂いなし。そういうふうに言いたくなる。で、筆頭は、杉田水脈。で、彼女は裏金議員の中でも相当金額が多くて、で、しかも伊藤詩織さんの時のセカンドレイプ問題でも訴訟があるし、女性としてこんな人を入れていいんですかみたいな、もう突っ込みどころ満載なのに、一切テレビのインタビューはそういうの言わないわけ。で、裏金問題について、私はバカだからとか言って、知りませんでした。推薦人がどの、そんな一国の最初になるのに、じゃああんた、組閣するときに、身体検査しないのかって言うじゃないですか。だから、言い訳がひどいんだわ。放送法の解釈変更のあの時も、国会の追及にの中で、総務省の文書の中で彼女の発言が出てくるわけ。そういう総務省文書があるわけ。はい、ところがこれは捏造だと言い出した、おっしゃいましたね。で、もしこれが本物だったら、私は議員も辞めるんだみたいなことを、ね、おっしゃってましたよね。あれ、安倍さんと同じじゃん。これが本物だったら、私は総理は辞めますって言って、文書の改ざんが次々起きたわけじゃないですか。高木さんの死が起きたわけだ。同じことやってんだよ。